ここが地震列島であるからです。しかし最も緊急事態を必要とする不安定な状態にある福島第一原発事故に第一原発に致命的なことが起こった時の対処は未だに示されていません。このまま無事に4号機使用済み燃料プールから燃料棒の取り出しが完了したとしましょう。しかしその後には猛烈な放射線量で人の近づく範囲が限られている1号機と3号機のデブリ取り出しを行うと東京電力は言っています。そしてそのようなことを一切が本当に可能であるのか、それらは多くの科学者にとっても疑問の中にあります。 There's our map. Let me just move ahead here. I'm running out of time. Here's a, you all recognize this barn swallow nest, and we can tell whether the barn swallow nests are active by looking inside, looking for eggs, and looking for chicks. このツバメの巣の調査ですけれども、鏡を当てることによって卵があるかどうか、ヒナがいるかどうかという、使われているかどうかというのを確認しています。The first result from Fukushima is that we are starting to see examples, at least in the barn swallows,of birds with these partial albino feathers, white feathers where there should only, where there should not be white feathers. 福島での最初の発見というのは、その、チェルノビリと同様に一部羽が白化してしまっているツバメというのが出てきているということです。And these are pictures from the Japanese Wild Bird Society, again showing birds with these patches of white feathers that are only ever seen in Chernobyl before.日本野鳥の会から提供いただいた写真でありますが、このように羽の一部が発火してしまっています。このような状況というのは、今までチェルノブイリでしか観察されませんでした。今日お話しするような内容、甲状腺がんの多発ということに関しましては、なぜ今分析する必要があるのか、まあ、アウトブレイクが心配されているからという以外に、まあまず多くの人が知りたがっているということですね。これは私にとっては大した理由じゃないんですが、まあ一つの理由にはなる。2番目としてはですね、多発のがもしあるとすれば、その広がり範囲とか、その程度、多発の程度というものを知る必要があるわけですね。それは準備を整えるためでもあります。3月15日の18時21分、これ、原発から46キロ、これ、葉菜、葉っぱとありますけれども、雑草の葉っぱです。1キログラムあたり、ヨウ素131が119万7千ベクレル、これでセシウム137が1キロあたり16万9千ベクレルと。とんでもない数字、同じようにここは距離38キロのところにも似たような数字が並んでいます。ちょうどこれ114号線という国道がありまして、ずっと福島の方へ行く道ですけれども、飯舘村はこの辺です。というとんでもない汚染が起きたわけですけれども、我々、もちろん地元の人にも警告はなかったし、我々も全く知らなかったということです。でぜひこれをですね、実現していきたいのですが、日本政府の対応というのは非常に問題がございまして、この国連に対するですね、調査報告書が出された直後に非常に詳細な反論文書というものが出されておりまして、徹底的にですね、特別報告者の言っていることを攻撃をするというのが日本政府の態度です。非常に残念なことですが、でこういうことをしない、ああいうことをしてないというようなことを先ほどから言っているわけですけれども、それに対しては当方はもうすでに対応済みであるということをですね、言って、これはやりましたから大丈夫ですということを、まあ、言っているわけですけれども、そのほとんどが、まあ、実施されていないことについてですね、国際社会によく見せるためだけに、これはやりましたというようなことを言っている項目がたくさんありました。